夜のサンシャイン、栄ビル内からサンシャイン栄は、愛知県名古屋市中区に所在する商業施設である。経楽産業のグループ企業である経楽エンタテインメントリテールズが管理、運営をしており、経楽産業のグループ企業である、株式会社経楽が運営するサンシャイン巨楽も出展している。同業他社の名古屋市水北に本社を置く。 計画グループが運営していたパチンコホール系楽会館と名古屋東映会館の跡地に建設された。建物は地上6階、地下2階で、延べ床面積は約14000平方メートル。テナントには飲食店やファッション店などが多く入居する。ほか、建物の外側にスカイボートと称する観覧車が設置されており、夜にはライトアップなどの演出も見ることができる。 また、経学グループや吉本工業関連のイベントや番組の収録に使用されることも多い。2012年に名古屋市が主催した第1回名古屋街並みデザインセレクションにおいてサンシャイン、栄観覧車のライトアップが市民投票により街並みデザイン2 0選に選定された。2008年6月に大幅なリニューアルが行われた。 出展テナントの詳細については公式サイト、フロアガイドを参照。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。SKE48 劇場に関するカテゴリ。ありがとうございます。